うつの薬、NMN、あと腸のサプリ、ビタミン、マルチビタミン、これビタミン C、ビタミン C、亜鉛、食物繊維、これもそんな感じ。今日はどの香水で行くかっていうのをいつも悩むんですが、これは最近入った新入りのセリーヌですね。個人的に一番気に入ってるのはこれ。ジム行くときはこれですね。で、2番目がこのジョマローンとか、まあ、このあたりが2番目、2、3番目ぐらい。最近これほぼつけてない。そしたら今から朝散歩して、コーヒー買いたいなと思います。アイスコーヒーでお願いします。今日もね、仕事やっていきたいなと思います。現在7時33分で、だいたい今日は11時半ぐらいまでかなと思うので、4時間ぐらいですかね、全力で駆け抜けたいなと思います。撮影ちょっと軽くして、そこから事務作業とか、あとスタッフの人に、全国にいてるスタッフの人に、連絡バーッと返していって、で、それと、あと銀行さんが今日来るので、銀行さんが来たらもうフィニッシュみたいな感じで、銀行さんが来るってことは明日帰れるっていうことで、そんな感じで行きたいなと思いますので、頑張っていきます。はい、それではね、今からパターナーさん、洋服のパターン作る人いてるんですけど、カバーオールのちょっと修正を伝えたいなと思います。はい、ではね、ジャパンメディアミディライトありがとうございます。今からね、このカバーオールの修正についてちょっとお伝えしていきたいなと思いますので、パターナーさんに今からお届けする様子をご覧ください。どうぞ。はい、パターナーさん、すいません、いつもありがとうございます。なるほど。ってことはもうどうやって分納にやろうが何やろうが、もうどっちにしても10月は超えるって感じなんですね。ね、一応その一部全開に制作した、はい、はい、次は、YouTube のサムネイルの、僕が勝手に名前付けたサムネの方程式っていうのがあるんですけども、これをやっていきます。これよく見たらわかるかな。 YouTube のサムネのクリック率って、これ背景変えるだけで1.5% ぐらい変わったり、もっと言うと全く同じ画像に見えるんだけど、矢印つくだけで、1.1% 下がったり、で、逆に、これ全く同じに見えるんですけど、実は着用してるやつと置き取りにするだけで、2% ぐらい置き取りの方が高かったり、これもチャンネルによって違うんですよ。だこのルールって全員が一緒じゃなくて、チャンネルによって全く違うっていう、僕が勝手に作ったサムネの方程式っていうのがあるんだけど、これまあ AB テストっていう言い方するんですけど、やる項目がこんだけずらーってあるんですね。んで、それを今やっていって集計出したんで、次回は歯を見せる、歯を見せない。歯を見せた顔写真にするか、歯を見せない顔写真にするかでどれぐらい違うかっていうのをね、見ていきたいなと思いますので、それをスタッフの人に、次のサムネの方程式はこれですっていうのを取っていきます。
はい、すいません、お世話になっております。サムネの方程式の件なんですけども、パッて見ていった時に、前回3番の顔出しに、着用画像、はい、このように、お世話になっております。サムネの方程式第4、形態になります。これもドラゴンボールやったらセル最強になってますよ。セル第3形態までしかなかったんちゃうかな。今現在僕第4形態までパワーアップしております。これ第14形態までやりますのでね、最強の卓造になるために、進化していきたいなと思います。はい、すいません、お願いします。はい、いただきます。はい、ご苦労様です。ありがとうございます。もうそろそろ終わりなんですけども、今現在11時57分、ほんまはもう帰る万端なんですけど、ちょっとだけねチェックしやなかんのあるので、そこだけチェックしたらもう帰りたいなと思います。そして昼ご飯です。でまずはこの上のところを優先的に訴求していくところがあるかなというところです。はい、伝えたことに関して改善点の手段というところが今回アサインいただいたスタイルのみの改善というところが AB テストというところがあるんですが、今回はこの、方針の基本的な、はい、それでは帰ってきました。今が12時35分で、今からご飯ね、作って毎日同じご飯食べてます。ほぼ毎日同じご飯、ご飯は食欲で食べるわけじゃなくて栄養として取り入れてますので、最悪サプリメントで全部栄養が取れるやったら、僕はサプリメント3食でもいいなと思ってるぐらいなんですけども。3、2、1、ゴー。あ、今日は肉がありました。肉食べて、冷ややっこ食べて、納豆食べて、あとキノコですね、キノコ食べて、あとブロッコリーですね、ブロッコリー用意してる、ブロッコリーで、よし、細長切れ端肉です僕の。今日の筋トレは足をやりますので、ちゃんと脂質を取っとかないとね、動けないし炭水化物もいるからね。はい、それではいただきます。今日のご飯はこんな感じ。まあ、いつも一緒ですわ。キノコ、白ご飯。まあ、肉がたまに魚だったり。で、冷ややっこ。で、納豆。で、ブロッコリーにこれ何かかってるんですかって言われるんですけど、黄金のタレかけてます。黄金のタレは脂質低いから。味噌汁っていう、この、体のことをすべてパーフェクトに考えた食物繊維、ビタミン、そしてタンパク質、まあ、糖質も入れて、あと豆系とか入れてね、納豆菌も入れたり。これも食物繊維ですけど。嫁がおらんくなってからね、食品バカになっております。こういう食材とかはね、何を食べるかっていうのは非常に大事にしております。うん、うまい、いつもの味。僕ブロッコリー大嫌いなんですよ。今日黄金のタレかけたらいける。はい、すいません、お世話になっております。ちょっと、新規の依頼よろしくお願いします。9月9日で納品場所はそれぞれっていうところなんですけども、ジム行ってきました。今日も追い込んできました。スクワット95キロで追い込んできてね、途中でこけそうになりましたけど、なんとか、持ちこたえました。で、お友達もね何人かいててお話できて楽しいジムデイでした。では今から帰って、いつも同じ飯食いましょう。はい、それでは僕の晩ご飯です。トマトと、白米、ブロッコリー、まあこれは一緒ですね。とで、今日卵食べてなかったんで、卵、ゆで卵ですね。で、キノコ、味噌汁。で、これ、筑前煮。あのね、僕、とうとう筑前煮とか作るようになったんですよ。で、食べ物の中で最もいいのが、無数なんですよね。で、一番ダメなのが、揚げるなんですよ。で、その中間に、焼くっていうのがあるんですけども、まあ、それ考えると、筑前煮って、食物繊維も取れるし、タンパク質もあるし、で、それでいて、無数料理やから、さらにいいよね、っていうことで、まずはブロッコリーから食べていきます。同じ味、ずっと同じ味、もう無ですよ、ずっと。これをねご飯にかけるんですよ、ちりめん。小魚も体にめちゃくちゃいいので、好きとかそんな関係ない、小魚とにかく体にいいから、こういうのも入れていく。
歯のホワイトニングです、まあ、かなり綺麗になってきて真っ白になってきたんですけど、まあ、定着させるためにまだもうちょっとやります。もうこれもなんだかんだね2年ぐらいずっと続けてるんですけど、こんな感じで白くなりました。これが家でやる用のホームホワイトニングで、半年に1回ぐらいオフィスでやってさらに白くするみたいな。僕も動画やってなかったら多分やってないんですけど、動画でこうやって映るから、いやその時に歯黄色いのとかやっぱちょっとあれやなっていうことで、結構ね歯やりだしてからね人の歯を見るようになるんですよ。んならなんか男の人やっぱ黄色い人多いですね。女の人は白いけど、多分タバコ吸ってるとかもあるかもしれないですけど、これで1時間放置。はい、ということでね、見ていただいてありがとうございました。まあ、僕の一日はね、何にも面白くない一日なんですけども、同じものを食べて、同じルーティンしてる。前の平凡な一日でも、はぁ、なんかマウスピースやってたし、筋トレ行ってたし、仕事行ってた。もうルーティンはずっと一緒なんですけど、もう僕ができることはね、コツコツ積み重ねることしかできないので、まあ、その様子を見ていただいてね、ああ、2、3ヶ月経ってもこいつはずっと変わってないなっていうふうに安心していただけたらなと思います。また次出す動画でも、同じようなルーティンしてると思いますし、同じような服ずっと着てると思います。もうこれね、着すぎてね、穴開いてるんですよ。だけどこれメリノールですごい寝心地いいし、蒸気とか吸い取ってくれるとかっていう、寝具として最高のやつなんで、これゴールドウィンのやつなんですけどね、もともとはプライベート用というか私服用なんだけども、そういうのも僕の中ではパーソナライズされた完璧の仕様で、今からねこれで着て寝たいなと思いますので、まあそんなことで以上ということになってました。まあなぜかわからんけどね、この平凡な一日シリーズはちょこちょこ人気があって、またやってくださいっていう声があるのでね、またタイミング見てやっていきたいなと思いますので、見ていただいてありがとうございました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。